TMT ブロードウェイ線の駅である。マンハッタン区フィナンシャルディストリクトのレクターストリートとトリニティプレイスの交差点に位置し、N 系統が深夜のみ、R 系統が深夜を除く終日、W 系統が平日のみ停車する。当駅は1918年1月5日に開業した相対式ホーム2面2線の地下駅で改札内で南北ホームの行き来は、 不可能である。駅は勾配区間にあり、ホームは傾斜している。1970年代後半に改修工事が行われた。老朽化した壁面タイルや看板、白熱灯の照明は1970年代主流の青色タイル、看板、蛍光灯に交換された。北高ホームには、かつてのデザインの看板が一つ残されているほか、南高ホーム北端には、 ホーム閉鎖部分が残っており、ここにはかつてのレクターストリート側の出口への案内看板が残っている。南北両ホームにはそれぞれ独立した改札口がある。駅北端の改札口は終日開いており、北港ホーム側は友人、南港ホーム側は無人となっている。また、南港ホーム北側改札口の南側には、 エクスチェンジプレイスへ出ることができる出場専用の回転式改札機が2機あるほか、北港ホーム南端にはモリスストリートに出ることができる改札口がある。ありがとうございます。